皆さん、こんにちは。4月18日火曜日。毎週火曜日はスペインのニュースではなく、写真で旅するスペインをお届けします。マドリッドの SNJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。現在こちらの時間で朝10時27分。お天気は晴れ。外の気温が15度。湿度 20% 未満。お部屋の中が 21.6 度、湿度 47% 程度です。それではいつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます。今日の写真で旅するスペインは前回の続きでバレンシア県の町シャティバの写真をご覧いただきます。シャティバというのは前回も言いましたが、バレンシアの言葉で読んだ場合はそういう発音になりますが、スペインの標準語ではハティバと言います。1枚目の写真は前回までね、ご覧いただきました町のその山の上にあるお城、そのお城から町を見下ろした写真。今日はこれから再開です。町が広がっていて、その向こうに畑が広がっていて、その後ろにね、次の町が見えて、その後ろに山が連なっていて、その向こうにまた平地があってとね、広い景色が広がっています。はい、次の写真。さっきの写真の手前の方に少しズームインした感じですが、教会が2軒大きく写っています。左側、高い塔を持つ方が黄色い文字で書いておきましたが、イグレシア・コレヒアル・バシリカ・デ・サンタ・マリアと長ったらしい難しい名前ですが、教会の名前としては一番最後にあるサンタ・マリア、聖母マリアっていうんですね。サンタ・マリア、聖母マリア教会ということです。その一般に教会と訳している単語は一番最初のイグレシアです。イグレシアね。その後にちょっとややこしい形容詞が2つくっついてるわけです。コレヒアルっていう形容詞とバシリカという形容詞がくっついてます。今までこの番組をご覧いただいていた方々は、なんか聞き覚えがあるなという単語だと思います。ここでもう一度そのね、説明を繰り返しませんが、まあ簡単に言いますと、コレヒアルっていうのは、一般に日本語で大聖堂と訳している単語、カテドラルっていう単語がありますが、そのカテドラルという言葉を持って呼ばれていない教会ですが、カテドラル、つまり大聖堂に匹敵する格付けを持つ教会だ。その程度に解釈していただければいいんじゃないかと思います。このコレヒアルという単語がついてるとね。そして次のバシリカっていうのは、これも教会の格付けの一つなんですが、通常大聖堂、カテドラルという名称で呼ばれている教会は、特に明記せずとも、もう自動的にバシリカという称号がくっついてるんです。ですが、ここの教会はカテドラルという名称をで呼んでいません。コレヒアルというね、そのカテドラルに匹敵する格付けを持っているという教会ですが、それは自動的にバシリカとはなりませんから、そういう意味で、これはバシリカという称号も持っているんですよということを、ちょっと強調しているみたいなね、そんな響きのある名称となっています。そして、この写真の右下の方にもう一つ小さな教会がありますが、これも黄色い文字で書いておきました。エルミータ・サン・ジョセフ。こう書いてます。教会の名前そのものは、サン・ジョセフ。ここにあるわけで、これは日本語では聖ヨゼフと呼んでいる聖人の名前ですね。まあ、イエスのお父さんですが、聖ヨゼフ。これをスペイン語ではなく、ここバレンシアですから、バレンシア語でサン・ジョセフ。こう呼んでるんでしょう。私はバレンシア語を勉強したことありませんが、多分バレンシアの言葉でサン・ジョセフと呼んでるんだと思います。スペイン語ではサン・ホセと言いますね。サン・ホセ。似てますがちょっと違います。で、最初に書かれている単語エルミータというのが、さっきのね、イグレシアと、一般に教会と訳しているイグレシアという単語とは異なります。このエルミータという単語から受けるイメージ、っていうんですかね、頭の中にこう思い浮かぶものっていうのはどんな感じかって言いますと、そうですね、2つありますね。1つはそんな大きなものではないんじゃないかなっていうね、ある程度大きなものもありますが、どちらかというと小規模なものがあるんじゃないかな。例えばね、行ったことがないところで地図を見て、この道を奥までずっと行くとこの先にエルミータがあるって書いてあったら、きっとこじんまりとした
祈りをする場があるんだろうなという、そういう想像ができる単語です。そして、どちらかというと、やっぱりこの単語を使うときっていうのは、人里離れたところにある。そういうイメージです。町の真ん中にあるものにエルミータってついてることはまずないわけで、ちょっと人里から離れたところにある。例えばこの写真を見てね、いや人里から離れてないんじゃないですかって、そう言われそうですが、これね、写真ってごまかされますが、例えば少し向こうにあるあの大きな教会ね、それから手前にあるこの教会ね、立ってる土地の高さ、全然違うんですよ。向こうにある教会は高い塔もありますけども、その塔の下の方ってのは随分低いところでしょ。あそこの地面の標高と、この手前、右手前の教会の地面の標高は随分違って、あそこからここまでそんな距離がないように見えますが、ものすごい高低差を坂道をぐーっと登ってこないと、手前のこの教会までは来れない。つまり、あちら、坂の下、あっちが人里であって、そこから、人里のそばにあった山を登ったところにある山の上にある祈りを行う小さな場、それがこのエルミータです。ということで、やっぱりこれも人里離れたところに、もともとはね、今はその坂道にも民家がありますから、なんか人里の延長上みたいになってますけども、もともとはそうでなかったんでしょう。まあ、つまり、街中にあんのにエルミータという名前が付けられているところというのは、もともとそれが建てられた頃はそこは街中ではなかったというふうに理解してほぼ間違いないと思います。はい。次の写真でこのエルミータに少しズームインしてみました。サン・ジョセフ。聖ヨゼフのエルミータ。聖ヨゼフ教会。日本語では別にその教会でいいと思います。18世紀の建築ですが、おそらくこの建物を作る前にそこにイスラムのメスキータがあったんだと思います。メスキータ後に建てたもの。まあ、ここだけじゃなくてスペインの建築物でよく見られるね、この感じの屋根ね、瓦吹きみたいなこの感じの屋根ね、とっても東洋的ですよね。イスラムの影響です。この建物の全体の形としてはね、十字架になってるんです。十字架っていうのは大きく分けて二つありまして、それはその縦の棒と横の棒がまさに十という字、日本語のね、十という漢字みたいに、だいたい同じ長さで作られる十字架と、それからイエス・キリストの貼り付けで言えば頭の方が短くて足の方、体と足の方が長いですよね。こういう縦長の十字架と言いますね。縦長の十字架を一般にラテン十字と呼んでますが、このラテン十字をかたどってこの教会が作られています。どこにラテン十字があるかと言いますと、まずこのイエス・キリストの貼り付けで言うと、縦は長い棒がこの写真で見ると、手前から奥行き、ね、手前から奥行きに向かって縦の長い棒が伸びています。そして貼り付けで言うと、両手の部分ね、短い方の横棒が、この写真で見ると左右にこう走ってるわけですが、まだよくわかんないという方もいらっしゃると思いますが、この建物の一番手前に丸くこう飛び出たね、半円形で飛び出た部分がありますね。これをアブシデと言いますが、このアブシデっていうのが、この教会の中の一番大事な主祭壇の真後ろにあるんです。これね、真後ろにあるんです。で、このアブシデのある方角っていうのが、そのイエス・キリストの貼り付けで言えば、頭の方角になるわけです。常にね。そしてその反対側向こうの塔がある方がイエス・キリストの貼り付けで言えば足の方角になるわけです。でそしてその手前にちょっとこう出ている半円形に出ているアブシデのに続いてすぐ後ろに三角形のね、とんがり帽子みたいにね、ちょっと高くなっている屋根がありますが、あの三角形の屋根があるところが縦の長い棒と横の短い棒の交点、ちょうど交差点の真上に当たるわけです。ということで、あの三角形の屋根から右に少しちょっと瓦屋根が出ていて、左に少しこう瓦屋根が出ている。これが手の部分です。ね、でそして、あちらの塔に向かって長い方の、イエスの体を表す方の、その長い棒が出ている。こういう形で作られています。そういう目で見ると、次の写真見てください。さっきのイグレシア・コレヒアル・バシリカ・デ・サンタ・マリア。サンタ・マリアのその大聖堂と、まあ、同格のね、格を持ったこの教会ですが、この教会もよく見ると、ラテン十字として作られています。こちらはさっきの教会よりも、
約200年ほど古い16世紀終わりぐらいからの建築のようですが、この教会のラテン十字はどうなっているのかと言いますと、さっきの教会とは向きが全然違いまして、長い棒が左右になってます。左右ね。そして手の伸ばした短い方の棒が縦になってます。この写真で見ると。交点に丸い天井、丸天井がポンと上からね、つけられている感じ。つまり、この写真で見ると、教会のちょっと右側の方に丸い天井がありますね。あそこが十字架の交点になってます。そういうふうに言われたら、確かに十字架になっているなってわかると思うんですけども、あの丸天井から手前にちょっと手の部分が出てますよね。丸天井から向こうにもちょっと手の部分が出てるわけです。で、イエス・キリストの貼り付けて言えば頭の方角が右側になって足の方角が左側。丸天井から左の方が長いでしょ？イエスの体があって足がある方ですからね。で、その端っこに、終わりのところに塔が立っていると。で、ここで気をつけて見てみたいのは、今この教会にどっちの方角から光が当たってるか、太陽が当たってるか、ね。左から当たってますよね。左から当たってる。これね、お城からもうそろそろ降りて、まあ、夕刻になってきたんで、降りて、この後、日が暮れて、夜の青空の時間帯へと、そういうね、時間帯です。つまり、西日が差している時間帯です。西日が差している時間帯に、この写真で見ると、教会の左側に日が当たってるってことは、教会の塔がある方角、ね、つまり、十字架の長い方の棒のイエス・キリストの足の方の方角が西を向いてるってことです。ね、で、その、足の方の方角っていうのは、大聖堂に匹敵する格を持つ教会の必ず正門が作られる方角です。正門が作られる方角は西を向いて作る。これ決まってるんです。で、さっきのジョセップ教会は、あれは大聖堂でもなければ、大聖堂に匹敵する格を持つ教会でもありませんでしたから、正門が西を向くという決まりには当てはまらなくても、これは普通です。そういう教会たくさんあります。でもこれは大聖堂と同格の教会ですから、どうやらこれも大聖堂の建築の決まりをちゃんと守っている。そんな感じがします。まあ、正門が西を向く。こういう言い方をしましたが、言い方を変えるとね、もっと正しく言うと、それは結果論であって、何が大事かっていうと、イエス・キリストの貼り付けて言うと、イエスの頭がある方角、頭がある方角が東を向く。これが大事なんです。その結果として反対側が西向いてるだけでね、イエス・キリストの頭が東を向くように作る。頭の方角に必ずこの教会の一番大事な主祭壇、大祭壇が作られる。つまり、東の方角を向かってお祈りするように、カトリックのこの大聖堂というのは作られています。はい。次の写真いきますよ。近くの山の上にね、建物があったんで、これをズームで撮っていましたが、私が持っているズームレンズではこれが多分限界だったんでしょう。よく見えませんが、後から調べてみると、16世紀建築のエルミータ・デ・サンタ・アナ。右下に黄色い文字で入れておきました。サンタ・アナの教会。サンタ・アナっていうのは聖母マリアのお母さんの名前です。ね、聖母マリアのお母さん。日本ではアンナって呼んでますね。アンナ。スペイン語ではアナ。またエルミータっていうね、単語を使っています。イグレシアっていうね、一般に教会と訳している単語を使わずにエルミータっていう単語を使っています。さっきも言いましたように、通常エルミータは人里離れたところにポツンとある。これはまさにそうですよね。あれは人里じゃないと思います。大体ね、そういう不便なところにポツンと作られて、そこで日本風に言えば修行僧がこもって、まあ、隠遁生活をしながら祈りを捧げる、そういうね、時期を過ごすための施設。そんな感じを受ける単語です。エルミータっていうのはね。はい。こんな景色をお城があるところから見て、景色を楽しむのを終えて、そして、城もね、山にありますから、山から降りて、我々の宿へ向かいました。次の写真。宿に入って、宿の屋上に登って、冷たいビールをいっぱいやっているところです。なかなか、渋い、いい宿でしょ？古い街中にあって、その屋上階に自由に出入りできるようになっていて、そこにね、屋上階に出る扉のすぐ手前にね、冷たいビールが置いてあるんですよ。勝手に取って飲んでくださいと。で、あとは自己申告で払ってくださいと。で、そのビールをいただいて、周りの景色を見ながらいっぱいやっているところです。
この写真の左上の方にはさっきまでいたお城がちょっと見えてます。山の上にね。そして写真の右側にはさっきのサンタマリア教会がドーンとね、すぐ近くにあるのがわかります。まあ、さっきのね、ラテン十字の話、あれが、あの後にこの写真をご覧いただくと、この右側に見えているサンタマリア教会も今どの方向から見てるのかなって、なんとなくね、想像がつくんじゃないかと思います。教会の向こうに塔が見えてますしね。で、丸天井が見えていて、その左側にちょっとこう、手、イエスキリストも貼り付けていれば、両手のね、片方の手がちょっと出た感じで、張り出してますし、そして、我々のいるこちらの方向に手前に、ちょっと半円形のね、アブシア手前のところからこう、出てるのがわかります。つまり、教会よりも東の方角に我々が今いるんだなっていうのは、教会見たらすぐに東西南北、教会って言いますか、大聖堂ね。大聖堂建築を見ると、東西南北がすぐ分かるように大体なってるって言いますか、そのために、方角を分かるためにそうしたんじゃないですけどね。宗教的に東を向いてお祈りできるように作ったんですけども、結果論として方角が分かる。その目的でも使える大聖堂です。はい。次の写真いきますよ。西日を浴びている建物がちょっと目についたんで、これもね、だいぶ離れてますが、ズームでね、ズームレンズで撮っていました。18世紀に作られたフランシスコ会によってね、建てられた教会のようです。我々行ってませんけどね、ここにはね。調べてみると、エルミータ・デ・カルバリオと書いてありました。エルミータ・デ・カルバリオ。何度も出てきました、エルミータ。やっぱり人だと離れた山の上にね、ポツンとある教会です。カルバリオの教会。カルバリオとは何かって言いますとね、日本語では、カトリックの信者さんでなければ使うことも聞いたこともないような単語だと思いますが、一般には十字架の道行き、こう呼んでると思います。十字架の道行き。道行きってのは道を行くって意味ね。道を歩いていく、道行き。それは何かと言いますと、十字架の道行きとね、ヨーロッパが例えば旅行していて書いてあったら、ああ、そっちに行くと十字架の道行きがあるんだな。それは何かというと、イエス・キリストがユダの裏切りによって捕らえられた。ね、その捕らえられたところから、裁きを受けて、死刑判決を受けて、そして大きな十字架を担がされて、歩かされて、ゴルゴダの丘へ登らされて、そして十字架にかけられるために、手足に釘を打たれて、そして十字架立てられて、まあ、処刑されて、そして亡くなった後埋葬して、でその後、復活へと、復活されるというね。その流れ。これを、実際に道があるときには、一般的には彫刻を使う場合が多いですが、彫刻作品でもって、いろんな場面場面をね、表したもの。で、これをね、点々と置いてあるんですよ。その道にね。そういう道がある。で、一つ目、何々の場面。第一流。次の場面は第二流っていうふうに呼んでますけども、第三流、第四流とね、それぞれそのイエス・キリストの受難の場面、これを表した彫刻が置いてあって、その第一流、第二流に至ると歩きながらですよ。信者さんたちがね、歩きながら、そこに至るとその前に立ち止まって、そこでお祈りをする。で、また次の流まで進んで、そこでまたお祈りをする。それを繰り返して、第十三、第十四流まで行って、で最後の第15流、イエスのご復活を表すところが、大体はこういう教会とかね、礼拝堂があったりするんですよ。で、そこで最後のご復活を祝って感謝して、その道行きの祈りを終えるっていうね、そういうお祈りをしながら、イエスが受けたその受難を思い起こしてね、っていう、そういう道が世界各地にいくつあるかさっぱりわかりませんが、ものすごい数あるんです。まあ、この教会は、道行きの教会という名前がついてますから、私も行ったことありませんけども、まあ普通に考えたら、この教会があるところに至るまでの、これ多分山の上ですから、坂道があるわけですね。その山道、山の坂道に第一流から第十四流が置かれていて、そこをたどりながら信者さんたちが登っていって、最後にこの教会がある。ね、そういう形で作られているところだと想像します。はい。次の写真。小さい方のね、お城。前回ご覧いただきました小さい方のお城を見ています。まあ、これらの写真は全部ね、この時に泊まった、宿泊したホテルの屋上階からビールを飲みながら
楽しんだ眺め、それを写真で撮ったものです。はい、次の写真で大きい方のお城と、まあ、その手前にね、先ほどお城の方から上から見下ろしたエルミータ、サンジョセップ。サンジョセップの教会を、さっきとは違った正反対の角度からね、さっきはお城から上から見下ろしましたから、この後ろから見たわけですけども、今は正反対の方角から同じ教会を見ています。はい、次の写真。だんだんとね、空の色は変わってきます。夜の青空の時間へ向けて、時が進んでいきます。シルエット上にね、撮っていました。まあ本当はこの写真もっと横に長くてね、もっと綺麗に入ってるんですけども、この番組で使う都合上ちょっと横をカットせざるを得なくなったんです。私が入る場所なくなっちゃうでしょ。私なんかいらなかったかもしれません。本当はもうちょっとね、綺麗にシルエット入ってるんですが、すいません。私が入るために撮っちゃいました。次の写真、空の色が変わっていきます。サンタマリア教会の照明が曇ったなっていうのがね、わかる、そんな感じの写真です。だんだんとこれから夜景らしくなっていきます。はい。お城の方を見ると、こちらも同じく照明が灯りました。はい。次の写真。まあ、同じようなね、アングルの写真が続きますが、夜の青空の時間帯へと突入して、その後も空の色が刻一刻と変わっていく様子をね、ご覧ください。これもうカメラが好きな人だったらね、何枚でも撮ってしまう。という飽きもせず何枚でも撮ってしまう、そういう時間帯なんですね。はい、次の写真。またお城の方になりましたが、三脚を持っていなかったのでね、夜景撮ったら三脚持っていけって感じですが、まあなかなか私もこの時一応半分以上仕事でしたから、なかなか自分のそういう道具をいっぱい持ち歩くわけにもいきませんしね。どうしても三脚なしで夜景撮るとちょっとボケた写真もありますが、まあそのあたりはね、ご容赦ください。夜の青空の時間帯となりつつありますが、見る方角によっては空の色は全然異なるんですね。次の写真見てみてください。同じ時間帯ですが、こっちを見るとこんな感じで夕焼け色で全く青くない。そういう方角もあります。面白いですよね。空、どっち見るかによって全然違った写真になる。次の写真ですと、再びサンタマリア教会の方を見てますが、全体的には夜の青空ですが、右側のちょっと下の方はね、さっきの夕焼けの空の方の方角に近くなりますから、少しそこでピンク色がね、混じってる。そんな感じの写真です。はい、次の写真で、教会にまたズームインしてます。同じ写真がね、続きますが、次の写真、もう随分色が変わりましたね。お城を撮ってますが、かなり青い色が濃くなってきました。まあ、この先、まもなく青い色がなくなって、真っ暗けのね、夜空になっていくんだろうなっていうのを感じさせる、そういう空の色に変わってきました。はい、次の写真。このあたりが、夜の青空の中でも一番ね、綺麗な時間帯じゃないでしょうか。こういう時間、今だっていう時間はもう5分続きませんからね。本当に刻一刻と変わっていく、そういう微妙な時間帯です。少しズームインして、これが今日の最後の写真となります。はい。次回はこの後、あと何枚かだけね、この夜の青空の時間をご覧いただきまして、その後もすっかり真っ暗けのね、夜空に変わっちゃいます。そして、まあ、長い一日を終えて、美味しい晩ご飯が食べたいねということで、宿でね、おすすめのレストランを教えてもらって食べに来ました。これがもう大当たりで、素晴らしいレストランだったんです。この日のね、大当たりの夕食の様子を、写真だけで食べられないのが残念ですが、その時の様子をね、ご覧いただこうかなと思っています。ということで、次回もぜひご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。